はい、グレさん。ハイサイ。お世話になりました。ハイサイ、ニフェーデーベル。はい、いやー、本日は何でしょう。今日はね、雨です。ご覧の通り。雨です。雨です。雨です。はい。バッセンというものがありますから。はい、小松原、てっぺんさんに来ていただきました。あっぱれ。はい、今もう本当、だいたい3番ですよね。大体3番、3番ですね。はい、今年はもうしっかりと3番の機能をバチッとやってもらってる、てっぺんさんのですね、はい、バッティング練習に潜入してみたいなと思います。まあ、ずっと独立リーグとか筑波大学、いろんなところで野球やってこられたので、はい、いろんな引き出しがあるであろうと、あるであろうというところをですね、ちょっと今日は学びたいなと思ってます。了解です、はい、でまた監督としてもそれを知ることによって、はい、普段の試合の状況で、あ、てっぺんさんこれこの間言ってたあれができてないんですよと、はい、いうことが言えるだろうっていうちょっと監督的な部分も考えてます。いいですね。はい、早速行きましょうか。行ってみましょう。はい、スポドリです。よし、映らない、映らないというわけで早速てっぺんさんの打棒をご覧いただくのですが、ちょっとてっぺんさん何してんですか。びっくりした今。この骨盤が止まる、はいはい、上半身は回るっていう状態を作れると、はい、じゃあそのスイングパスヒットを打てるこう前後のゾーンが、はいはい、一緒に行ってしまうとバッターこっちにしかミートゾーンが広がるんだ。そう前後、はい、だからエクササイズしないと、はい、絶対一緒に動いちゃうから。なるほど。お疲れです。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、てっぺんさん相変わらずエグいですね。エグい。まず見て思ったのが、なんかバッセンで打ってる中でなんかいろいろ変えてたというか。はい、というわけでてっぺんさんのバッティングを 1,2 として見ていきましょう。はい、このフォームスローで見ていきます。まあパッと見どこが違うのかなっていう感じなんですけど、これを重ね合わせると、はい、ここ頭の位置がこれだけ違うんですね。こんな形でいろんなことを試しながらバッセンでは打っているようです。あれは何やつ。自分の中でこう打ちたいっていう理想な形はあるんだけど、はい、関西独立リーグに行った1年目に総監督が門田博光さんで、門田さんあのね、はいはい、ホームラン日本で3番目に。そうですよね、門田さん、はい、そのまあ、俺もどっちかというとこう試合になって飛ばしたくて、はい、前出ちゃう、はいはい、こんぐらいのスタンスしたいのに、はいはい、ぐっとこうなっちゃう、はいはい、そしたらこれで打てる練習をせえって、絶対打ちたくて前に出るんだから、それで打てるようにしとけば、打てると。突っ込むなじゃなくて、突っ込んでも打てるようにしとけみたいな話を聞いて、あ、そういうアプローチか。それまでの自分はいかに試合で理想に、そう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 、開きすぎるんだったらいかに突っ込まずに打とうと思ってたけど、はい、いや、そういう状態で打ってたらそれはそれでいいし、違う状態でも打てるようにっていうのを教わったので、はい、まあ、バッセンでも突っ込んだ時の練習だとか、はいはい、逆にタイミングがなくてパッとついちゃった時の練習だとか、はいろいろ、はい、バリエーションを増やしたいな、はい、なるほどなるほど。今何種類ぐらいやってたんですか。どうだろう、まあ、基本よくやるのはとにかくガッと開いた状態、はい、逆にもう突っ立つような、はいはいはい、やっぱそのエンドランの時とか追い込まれた時って、はい、使ってるとあんまりこう行かずに打つから、そういう時でもしっかりこう入れるような練習をしてみたり、まあ、はい、極端にこう閉じて、はい、やツイストみたいな。そう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 、てっぺんさんってやっぱり基本そのバットスイングの速さもそうですし、あと強さみたいなところが結構見てるとすごい感じられるんですけども、その辺とかで自分の中で練習トレーニング作るみたいな、なんか意識してるとか、なんかそうですね、覇王色の覇気みたいな、そうそう、バキーってきてるやつみたいな。ここで打ちたいっていう、そのなんて試合になったらどうスイングしようっていうのは一切考えてなくて、はい、タイミングとここみたいな、めっちゃシンプルですね、うん、打席ではそれなんか無意識にするための練習っていうかあるんですか。そのための反復なんだよ。なるほどなるほどなるほど。だから
素振りも、はい、ただスイングスピード上げるためでもいいけど、はい、そのスイングが身につくよと、反則することによって、はい、だからバッティングだけじゃないけど、自分が何を無意識でできるようになりたいのかっていうのを考えるだけで、はい、すごく練習の質は上がるっていうか、無意識でできるようになるまではクソ意識して、はい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 、意識、意識、意識が無意識になると。バッティングの結果を出す要素って、はい、そのフォームに目が行きがちだから、はいはい、フォームはただ一つでしかなくて、はい、タイミングだったり、コンディションだったり、うん、メンタルだったり、はい、グラウンドの状況、下がどのぐらい滑るとか、はいはい、あとバッテリーのレベルとか、うん、いろいろな要素がある中の一つであるから、はい、確率を上げるっていうことを、前の日まで、なるほど、当日、なるほどなるほど、めちゃくちゃ意識して、打席に入ってどうこうしようって思っちゃうと、はい、すごい結果にとらわれてしまうから、不安定なことに目が行くと心も不安定になるんですよね。なるほどなるほど。だけど、じゃあどういうアップをしようとか、ネクストでどういう動きをしようとか、っていうそのできることに集中すれば心も安定するから。なるほど。すごいな。常に準備してるから打席に入って、だからこそシンプルに打席に立てる、はい、いうようなところが準備に集約されてるって思いました、ね、だけどついつい、うん、ついついこう試合進むとサボりたくもなっちゃうというか休みたくもなっちゃうんだけど、はい、基本的には最高の週末にしたいという感じがめちゃくちゃ強いです。そうですね。いや素晴らしい。なるほど。いやありがとうございました。ちょっと鉄平さん の、 あの、はい、バッティング練習お付き合いしたら、はい、めちゃくちゃ深かったと、はい、いろんな話を聞けて、深かった。いや、よかったですね。ありがとうございます。まだあと2兆個ぐらいあるから2兆個ぐらいギャグと俺のギャグぐらいあるから東がイコール多分そんなにないってやつ。わかりました。最後やります。じゃ最後にじゃよろしいですか。もちろんこのやつをもちろんありがとうございます、はい、せーの、右よし左よし国よし。いい声してんな。6月のプレゼント企画、1つ目はスラッガーバッティンググローブ、そして2つ目スラッガー T シャツを1名ずつに計2名です。そして野球用 2way キャリーバッグ、最後に前田健太投手モデルの軟式投手グラブです。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。